終わったはずの戦争。訪れたはずの平和。世界を救ったはずの俺は、再びあの世界に呼び戻された。よくぞハセ参じてくれた、異世界の勇者たちよ。俺がこの世界を離れている間に、こいつらが戦いで死んでいてもおかしくはなかった。戦争を望まぬ魔王様の気持ちにつけ込んで、不刻なく武力侵攻をしてきたのは魔族側です。私たちも節様に聞きたいことがたくさんあります。待っててね、ユキ君。節がいない間寝てたわけじゃないからね。この戦争は前の時みたいに偶然じゃねえ、誰かが仕組んだんだ。よし、じゃあ俺がもう一度戦争止めてくるわ。テレビアニメ異世界召喚は2度目です。2023年春放送開始。